お疲れ様です。マークサク13日もやっていきたいと思います。ということで、引き続き、マークサクね、今日は2900からやっていくんですけども、まあ、今日も余裕でやっていこうかって感じでやっていきたいんですけど、本当に前回、ガチやばかったんですよ。笑えなかったので、ガチでね、なので、ちょっとそれを、さすがにちょっと学びながらの、本当ガチでね、もうリアルガチ、笑いなしですね。はい、もう無言でやっていきたいと思います。さあ、2900、いきましょう。まあ、今めっちゃヒヤヒヤしてます。怖いです。はい。前回やばかったのも普通に相手タワレビ9だったんで。さあ、普通にね、普通になんかレベルが高かったんですよね。そう。いやー、怖い。ちょっとずれてるし。さあ、バレル9度。なんかね、なんなんだろうね。いやー、マジ、このベビー、なんかおかしいんですよ。もう俺のサークルに手札がないというか。受けもなんかミスってるし。マジ笑えない。もう笑えない。ふぅ、怖い。いや、ガチで、本当に負けたくないんで、もう動画撮りたくなかったっすもん、今日。うわ、負け作家だよ。負け作苦になってきたっすもん、もう。嫌で。負けるのが嫌すぎてね。さあ、マスク出してかな、さすがに。いやー、このバルキリーちょっと強いな。何このサンドウィッチ、枯渇。そんな技あんの？うわ、なんかずらしてくんじゃん。変態やん、マジで。なんで？なんでずらすん？やめて？そういうの。ずらすのはほんとパンツだけにしといてみたいな。ん？ん？ジャンピーン！いやでもガチでかい。からの、いやスケブの可能性あるんで、一旦ステイからの、いやスケブ使ったら、はい。からの、はい。オーケー！ふっ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 ！スケブコウモリですね。まあコウモリが嫌ですけどね。で、まあ、ボス的でも、なんか、この辺からあれっすね。メガナイトが、なんか、多分、直近マルチね、3、4連戦ぐらい多分、メガナイトなんですよ、これ。そう。だから、多分、メガナイト、みんな使う説あるっすね。しかも、あ、みんな結構レベルがね、そこそこに高いっていう。なんで、普通にメガナイトってやっぱ結構自己要素あるんでね。普通に気抜くとワンパンされちゃうよねっちゅう話だよね。さあ、あなたはバルキリーかな。バルキリーを潰すマスケットよ。いやでもいい。いや、メガネ飛べるよ。お前は飛べる。いや、飛べないメガネとマジでただの、ただなんだお前は。ただのナイト。7コスナイト。それなぜか左サイド攻めていく。それはなぜかわかります？いや、わかりません。僕ですらわかりません。さすがに右かなー。いやーでも今回勝てそうだね。いやー本当にね、わかんないですか、なんかマジで戦ってて、あ、勝ったなーというか、もう全然勝てるなというか、危機感持ってない時に、急にやられるんですよね、ピンチって。それがね、なんかズルというか、この試合危ないですよ、頑張らないとっていうのを教えてくれないんで、なんかね、ズルじゃないっていう。急に来るんでね、やっぱ気ぃつけないと。さあ、敗北圏内、シシ。おっきいね。さっきからおっきいんだよ、あなた。いや、いいね。よしよしよし。いや、デッキもね、なんか本当はもうちょっとこう変えたいんですけど、やっぱカードの種類と、ま、レベルの都合上、全然なんかね、他のまともなデッキは組めそうにないんですよね。そう、だからま、一旦これで、マジで、なんとか踏ん張って、メガナイトあと2枚ゲットしたいですね。で、メガナイト2枚ゲットして、11にして、ね、秘伝書指南書本なんて言うんだあれ使って一気に12、13、最悪ね。13までいけるんで、まあ、そうなったらちょっと世界はね、ほんと広い。と思うんですよね。お、なんかスキルのレベル低かったな。いや、熱いな。で、マジで。ホグもね、ちょっとサイル率高くて、ホグが意外とね、きついことが分かりましたね、僕。なんで、マジでワンチャンメガナイトホグはね、組む説があるっすね。だからメガナイトの相方が、やっぱウルトラじゃないっていうのが、組みやすい要素だと思うんですよ。だからウルトラ以外で、ってなった時に、まあゴブリンバレルもあるんですけどね、ワンチャン。他、使うカードないんですけど。でもゴブリンバレルだったらな、刺さる時はバカ刺さるんですけどね。だから戦い方によっては絶対刺さるから、まあゴブリンバレルはね、意外と結構ありな、風にはなってきたですね。まあホグ、バレル、まあそこは様子見ながらって感じですけど。いや、ホグ8いいっすね。美味しいっすね。あー、これなんだもん。相手諦め？はい、5防衛。
まだプリンちゃんも強いね。いやーマジでちょっと勝てそうなだけでね、もうなんか安堵すると言いますか、ガチでね、本当に怖いんですよ負け作。終わりがでもこれいつか来るわけじゃないですかね、いつか終わりが来るわけで、いやもう来ないで、ガチで来ないでほしいと思ってる。うん、いや11タルババが強いんですよね。もうあんなに左も狙える範囲になってきましたね。いやーボス気も熱いね。なんかペッカメガナイトみたいな、なんかダブルなんか両方入ってるデッキもちょっと多かったんですよね。そうペッカメガナイトホグが増えてきたトロの体ですね。なんでプリンセスがガチで使えないんですよ。そうプリンセスをなーマジでなー、なんだろうなー、何にするのがいいんだろうなー、なんかいいのに変えたいっていうのがあるしね。さあいやー残らんか、なんならもうプレッシャー与えてキングゲーミングっすね。はい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 、オッケーオッケーオッケー、まあまあまあ言ってね、言うて負けないとか言ってると急に、何をあげればいいんだろうな、なんかわかんないですね。もうデッキを変えるべきなのか、なんか全体的にいればあげれば済む話なのか、なんか瞑想というかちょっとこう迷い時期がちょっと来ちゃったですね。いやーこれガチで大事、お願い本当に。ウルトラがなんかマジでアホかー、育てるのめんどいし、いらないっすね。ギャングもいらないな、大夫いらない。いやーここがマスケとかだったら多分ゴリ熱かったっすねマジで。さあいやーこれを受け取るのも我慢っすね。セールがなんか欲しいっすね。ゴリイカチーセール来ねえかな、まあ、あと2勝で3000なんで、まあ、3000いったらワンチャンセール降ってくるっすね。ああその辺をちょっと狙いながらかな。今、踏ん張り時っすね。さあ、スケーブ10。これ多分、スケで釣っても、タワー一発でやれないと思うんですよね。いやー、これでなんか、イカチーノ来たら普通に嫌だな。どうしようかな。ガチ、昨日ミスったキングけど、今日はガチでミスりたくない。オッケーオッケーオッケー。やばい、キングギドしなきゃよかったかな。たまります。もたえる。オッケーオッケー、喋ります。危ない、怖い。いやなんかあれっすね、なんか本当に思った通りになんないですね。なんか、まあ、キング起動は、するとすごい有利になるし、それこそ4コスでできるなら全然ね、プリントつけてなるんですけど、後ろのバルキリー、そんな止まらんものかと。そんな止まらんかっていうぐらい止まんないですね。だからマスケでやっぱもうちょっと溶けるイメージがあるんですけど、やっぱタワーレベが思ったより低いっすね。なんかユニレベ同士は結構近いんですけど、タワーレベっすね。タワーレベの8っていうのが結構痛い。いや、痛いんですよ。これが絶対入んないんですよね、普段だったら。そう。だから、タワーレベの、なんだろうな、思ったよりユニット溶かさない感覚を早く身につけないと、結構ガチで、なんか危ないっすよね。ね。タワーレベがな、結構渋いんですよね。これもだから、多分、タレを使わないと、やばいやつで。いやー、これも確実に削っとくか。最悪21のプランでね。そうなんですよね。タワーがね、低いんですよね。まあ、D が広っすね、僕ぐらいになると。いや、いいっすね。で、これだけ残ってると、相手もね、むずいっすよ、これ。降りたいっすけどね。ああ、プリミスってる。いや、でかい。いや、マジで強い。いやー、同じ位置。いやー、あ、俺、降りてない。いやー、強い。いや、プリン。溜まってるやん、プリン。ナイスナイス。いや、
ガチでも最初にダメージ俺当たり前に受けてるの多分やばいっすね。多分いつか最初に大ダメージ受けてあれ追いつけねえで終わるんで、キング起動もなんかな、なんでなんだろうな、なんかしない方がいいのかもしんないっすね、もしかしたら。さあ、ということで次勝てば、ジャングル卒業のホグマウンテンですね。いや、ホグ強いんですよね、結構戦ってて。タール9安定っすね。ちょっと8欲しくなってきたな、普通に。タール9結構痛いっすね。本当に笑えない。無言が当たり前になってきてるんで、それ多分僕のね、意識の低さなんですよね。そう。可愛くね、スタンプ使いやがって。急に可愛い。てか、スタンプめっちゃ持ってんな。いいな。当たり前に課金してるってことはサブアカとかなのかな。いやー、もうユニットの出し方がサブアカっすね。いやー、スパーキー手に入んねえだろ、そんな。やばい。早ぶっちゃう。いや、ゴブスパだ。ゴブスパ完成度高すぎないで、一気の。ね。そんなもんなの？この辺に来ると。いや、ラバルとか来て終わるかな、俺。いや、ガチでやばいわ。本当に怖い。なんか、完成度高いな、相手の。いや、これ、変な好きしたっすね。残ればいいや。いや、熱い。このプリン数発打ってくれるだけで。ファイブ早く。マザネコ持ってんだね、あんた。いっぱい持ってんじゃん。でも、墓石残ってる間に逆攻めて、ザップメガゴー。いやー、いいっすね。落ち着いてるよ。で、この墓石ちょっと位置を変えて。踏むか。いや、この豚の球が多分強いですね。で、これスパーキー来るんで、ゴブリンバレル飛ばすと、ゴブリンバレルの1体やってくれるんで、めっちゃスパーキーが無駄になるっす。いや、まあ、ファイブ使ったんし。まあ、ね、両室入ってる。いやー、スパーキーとか怖いなー、マジで。ね。今まで当たんなかったのが当たるようになってきた。まあ、プリンが無双するのも熱いっすね。真ん中なんかボコボコっすよね。オーケー。いや、ガチで。普通に嫌。普通に嫌だね。まあ、勝てたのはでかいさ。トロフィー。3000。いや、ガチでこれ神セール。本当に頼む。5万課金する。運営さん。もう10万でも。200万。1000万。1億。それぐらい負けたくない。来い。うい。来ました。いや、エメか。エメ課金します。いや、エメラルドも結構使う時があるね。まあ、1220足します。よし。行くぜ。いや、マジで頼む。本当に。で、アリーナが上がったことによって、ウルトでラバとラムが出るようになりましたね。まあ、他は絶対いらないですね。普通に、ラムライダーはありっすね。ラムとメガナイトっすね。いや、これメガナイト欲しいやと、ノーマルとか持ってる気がいいな。二択っすよね。二択で選べるやつっすよね。はいはいはい、こっからだ。ワールドカード。いやー、熱い。これでメガナイト1個あげれる。わー、顎。いやー、マジで両方いらねえなー。ガチで両方いらねえ。だって墓石使うかんなー。俺以外いるわけがないんですよね、豚。うわー、これ、まあ、1枚でガチで両方いらないからなー。まあ、可能性あって褒め。いやー、これもマジでいらないんですけどね。可能性あってメガネと吐く劇の、まあ、置物。いやー、これも100ゼロマスケ、熱い。さ
さ、ベビースケブもまあ可能性あってベビーなのかな。お願いマジ最後メガネとメガネとメガネとお願い、本当にメガネとお願い、ガチでメガネと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 、そうメガネとないならラム、メガネとメガネとメガネとかラム、もうメガネとメガネとお願い、メガネと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 メガネ、いや今を乗り越えるためのプリンっすかね。うーん、ラバー絶対使わないからな。今を乗り越えるためのプリンっすね。いやー、いらねー。まあ確率ウルトラ多分6種類ぐらい今あんのかな。6分の1ぐらいですね、メガナイト。うーん、さあ、いやーマジで微妙っすね。魔法からこれでもウルトラ出ることあるからな。マジウルトラ来い、本当に来い。いや、ある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 、うわ光らんのかい。いやー渋いっすねこの宝箱。リセマラね、リセマラ、もう一回、もう一個とかない、いやないか。まあ、一旦プリンあげるっすね。まあ、タレビが上がりすぎるのもちょっと良くないんでね、それもちょっと怖いっすけど。ワイルドカード使う、メガナイトっすね。これでワイルドカード使ってあと1枚です。あと1枚だ、熱い。いやもう早い段階でメガネともうちょっとレベル上げたいですね。欲しいですね。あと1枚なんですね。あと1枚上げれば、秘伝書もあるんで、ガチで秘伝書の使い方次第では、もうタレベ8だ。まあ、ユニレベ一気に、もう3上げれるんですよね。普通に、自力で11にできたら、秘伝書で12は確定のもう1枚あるんで、ワンチャン13にするっていう。まあ、メガナイトに使うか悩むんですけど、メガナイト13になれば、結構話は変わると思うんですよね。そう。ああ、いや、今回ね、多分できるかもっすね。普通になんか、どうなんだろう。ウッド裂かれただけでできるとか言ってるんですけど。まあ、タレフ8っすからね。今のところだって多分、ここほんと6、7回、多分9しか来てなかったのに、8が来たってことは、多分ある程度できると思うんですよね。メガナイトでも、メガナイトが13になったとってあんま変わんないのかな。どうなんだろうな。メガナイトの周りがやっぱある程度いるのかな。そこがちょっとむずいな。さあ、ここにはウッド。うん。ん？あれ、ウッドが休み？いや、めっちゃでかいで、めっちゃでかい。マジで、めちゃある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 。ハッシュプリ？ケツプリ？うん、あれこれ相手寝たな。いやーおねんね、おやすみ。いやーでかい、マジで正直ほんとガチでかい。だから動画のこと考えると、いやー寝とけやおい。ガチでその相手が落ちるってマジで迷惑なんですけど、負け作に至ってはもう余裕でいい。うん、もうね毎回寝てほしいぐらい対戦相手。いやもう、キングギド、狙ってな、ミスバックだからな。あんましたくないっすよね。さあ、形組んで。いや、メガナイトマスケスケやね、やっぱ結構徹底っすね、ボス際でも。他を何にするか。プリンセスマジでいらないっすね。プリンセス5をワンチャンいじれるかなっていうやつですね、僕は。プリン5を何にするかっちゅう。さあ、これ裏かな。いやー、プリン3体。いやー、かっこよ。レベル10プリン3体ってなんかいいですね。謎のね。君は違うのよ。よし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 。順調です。ガチで順調。さあ、エリババとかゴムレ。まあ、両方いらないな。両方いらないな。両方いらない。さあ、タルベ9。いや、9でもね、ガチ油断できないんですよね。本当に、高レベルすぐ飛んでくっかんな。さあ、まずはバレル。なんかバレルで様子見できるのでかってか、ユニレベル6はやべえやろ。ガチで普通にできる人じゃないですか。ユニレベル6はやばくないですか。
え？なんで？どういうこと？急に鬼下、何？メガナイトだけ14とか？でもゴブリン6だよみたいな。いや、その話数。やっぱスピリット界最強今ファイスピなんでね。まあ LSP も最強クラスか。あー、レベル高いね、やっぱ。さすがにやっぱ高いですね。でも差が、落差がすごいな。同じ的に自分で5レベル差あるじゃん。ホグ10。ホグやばいんですよ。そう気づいたんですよね。やっぱタワーで全然削れないから。まあまあ、めっちゃうまいかって言われてそうではないですね、今回の相手。でも、ユニレベルだけは高いですね。これ相手の逆サイに行きます。いや、でも結構いいボイスすんな。いやー、いい。しっかりダメージは入ってく。稼いで。だから、本当にすごいね。全部のユニレベルありそう。7、8、9、10、11、12、13みたいな。全ユニレベル揃えてみたデッキ的な。さすがに。さあ、宝石置いて。まあ、種が分かった。ったのはでかいですよね。その相手のデッキやっぱ何か分かんなくて急にメガナイトル踏まれるとか急になんかされるっていうのはやっぱ怖いんですけど、もうホグって分かったんで、まあしっかりメガナイト温存であったりだとか、なんかもうそういう戦い方をやっぱ決めれるんでね。ヤナメ飛んできてほしいけどな。飛んでこなかったら最後強要できるかな。いや、でも痛いそうだな。いやー、いいタイミング。俺これ多分ね、ゴブリンまで飛ばす必要もないぐらい。まあ、飛ばすなら裏かな。これで前と後ろどっちかしか止まんないよねっていう。いや、もう結構いい防衛しますね。いやー、結構いい防衛しますね。いやー、俺やん、それ。さあ、メガナイトバーレル飛ばして、よし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 。まあ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 、ピンチはね、やっぱ頻繁に来られると嫌ですから。困りますからね、もう本当に。4000ぐらいでね、強敵が来てくれると嬉しいかなっていう、それまで安牌で戦いたいですね。さあ、次が例えば31かな。しかも、この宝箱ももらえる。熱い。さあ、タルベ9。もう9でも怖い。集中。いや、いつもここで、余裕っすよとか言って、負けるわけないじゃないっすかとか言って、大ピンチなのなんで、いつも。さあ、ゴブリンバレル、プリン出したいっすね。いや、プリン出していけば、なんかコスト出すの怖いけど。いや、大丈夫。いや、ミニピシューちょっと高いね。ミニペシュ。ミニペシュ。いやー、レベルが低いユニットなら、転がり、引き倒せる、引き殺せる。いやー、まあまあ、宝石。いやー、一旦待つか。確実に耐えて、なんか相手とやっぱね、すれ違った時に、あーなんか美味しい。大ダメージ受けちゃうんですよね。僕の攻めバレルと、相手のね、攻めホグバレルとかで、たまたま被った時に、やっぱめっちゃダメージ受けちゃうんですよね。タワーレベルが低いから。そう、同じ許容試合になった時にやっぱ不利になるんで、なんか結構大事なのが、本若と同じ感覚で攻めたらいかれるっすね。なんで、許容が許容じゃない。許容はもうね、タワー折れちゃうんで、許容をね、あんましないのが大事っすね。しっかり守る。これね、ちょっと最近学んだっすね。負け作で。やっぱ許容したいくなっちゃうんですけど、許容がね、もうタワー折れちゃうんでね、許容じゃないんですよね。いやまあさすがに、なんか相性が良さそうだな。普通にプリンス、ベビーもいて。今回に限っては。ダウンダグて、いやー、このボス機ガチで強い。すべて受けれる。で、さ、プリン、マスケ貯めながら。いや、ガチで集中してる。こんぐらい集中しないとな、毎回。で、負けないように攻めない。内側。で、プリン、両サイに出しながら。いやー、めっちゃええやん、俺。今日の俺。
褒めてあげたいな、もうすでにみたいな。で最後にフィニッシュに攻めファイブもかましてあげると、プリンセスがピューン。オーケー。いやー、いやー、なんか変な緊張感というかちょっと怖いっすよね、やっぱり。一発勝負っていうのがね、ライフ3つぐらいあるとね気楽なんですけどね、ライフ1個っすからね、それがちょっと怖いね。さあ、ということで3100も来ましたので、あー何も出ない。あ、待ってよ、入れ替えれる。やっぱレアでマスケ、おっつい、あ、トルババ熱い。え、スケルトン、スケルトン、いやダメ、いやスケ、いやー、まあまあまあ2個はこれ熱いっすね。さあ、ということで、まあ最初ちょっと怖かったですけどね、まあユニレベが結構もうすぐさらに一段階上に上がれるんで、ちょっとこの辺ね、はい、集めることをちょっと目標に頑張っていきたいと思います。また明日もお楽しみください。チャンネル、高評価もお願いします。では、お疲れ様でした。